サイコトリア・ウィリディスあるいはプシコトリア・ウィリディスはアカネカの多年生の低木である。ケチュア語で着竜な。着竜は混ぜるという意味である。本種の葉はアヤワスカという幻覚性の調合茶に用いられる。本種はエクアドルに生育するサイコトリア・カーサジナンシスと密接な関係がある。本種との違いは、本種では葉の茎の根元まで葉の縁が広がっている。 エクアドルでは、ディプロプテリスカブレラナを、チャクルーナと呼ぶ。メキシコから熱帯アメリカにかけて分布する。サイコトリアビリディスは約5メートルの高さまで成長する。枝の直径は約2メートル。本種は、USDA ハーディネスゾーンで10以上ならば耐えることができる差し木が最も簡単である。葉っぱ1枚でさえ、し木に十分である。発芽率は1%と低いため。 種子からでは難しい。種子は1ムあたりでは数は50粒ほどであるペリューのマチゲンガ族は葉の汁を目薬にして片頭痛の治療に用いる。本種の葉は約0.1から0.61%のジメチルトリプタミンを含有する。ベータカルボリンや N メチルトリプタミンのような他のアルカロイドも含まれる。アルカロイドは朝に最高濃度となると言われている。 本種の葉は、あやわすかという幻覚性の調合茶に用いられる。日本語、ありがとうございます。